ユニコーン、うんうん、まあどちらにしろここはね、まあとんがってるんで、一緒にください。危ないもん、危ない危ない危ない、銃刀法やな、危ない危ない。サバトベタツ変身、はい、ってことで、あ、治ってる、バグ、あー、覚えられねえ。青、黄緑、今日はね、エイプリルフールイベントということで、今日だけ、反転、スケルトのね、反転の、ドレスクをね、入れていきますね。スケルト逆からね、ドレスク。はい。オレンジ。オレンジ。オレンジ。よいしょ。皆さんはエイプリルフールなんか嘘つきましたか？なんか午前中ね、毎回言われるけど、午前中、おいよ、急に警察だ。ユニコーン警察じゃなかった。間違えた、ユニコーン警察だ。間違えてやばい。いや、分かりにくいなと思ってボタンを押しました。分かりにくいな。一生分かりにくいんで。いや、マジで分かりにくい。でもみんな。不安になったのかわかんないですけど、リアクターめちゃめちゃ直しに来てました。めちゃめちゃ来たな。ウェポン側に行ったのに全然あっち側にいないんだもん。いつももっと来るだろう。インポスターの発言かな。おとりあえず右左関係ない。なんで死体なんかもっと来いよみたいなあれかな。でもウェポンでシューティングチュンチュンやってたけど、寺蔵さんに殺されなかったね。そうだね。途中ね、銀色を見ましたね。いや、鬼多い多い。なな半分銀なんだよ。僕、寺蔵さんしか見てないです。あー、アルトさんはオッツにいましたね。初手エレキは結構汚いよね。早いなと思って。3人いったね。めっちゃ早い。あ、ほら、ちょっと左にずれてるから、もう最速左に。あー、そういうこと。もうウェポンを駆け抜けました。エレクトリカル来た人、リアクター行くの遅いっすよ。リアクターじゃないっすよ、オッツでしょ、これ。あれリアクターですよ。リアクターもうバグってバグってる。わかんなくなっちゃった、マジで。リアクターは僕とサントスさんが直しました。はい。3人ぐらいいましたよ、リアクター。最後。なるほど。時点でセンターが来たかな。はい。ちはやさんと一緒に来ました。出た。うんうん、全然わかんねえ。誰も知ってないんで。めっちゃワンテンポ遅い。うんうん、そう、本当に議論にね。謎のシャバトベタ天心。3、2、1。わかんねえんだよ。あ、バグっとる。違う。左だ。左に行かないと。ナビ行かないと。青、黄、もう色もややこしい。青、緑。じゃあ、青、茶色、黄緑ね。青、茶色、黄緑。青、茶色、黄緑。青、茶色、黄緑。どこだ？遠い、遠くね？こんな遠かったっけ？停電。青、黄色、黄緑。ウィン、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 ウィン。どれだ。ああ、もう。何事ですか？何事ですか？ロボだ。フラミンゴロイド。レポート察知。どうぞ。アルマさん。アルマさん？あ、ウェポンに死体があったんですけど、その下にユニコーンがいました。ユニコーン警察は、ユニコーン警察はウェポンに1個タスクを思い、あ、残ってるのを気がついたので、上に行った瞬間、アルマさんが。シャヤさんを殺しているの見た。ああ、じゃあロラで大丈夫です。僕切ってるのは見てないんですけど、下にユニコーンさんがいたのを見ただけなので。竹尾さん視点は多分なるほど。ほぼ無理だと思うんだよね。どう思います？ちょっと先端恐怖症なんでユニコーンの方先殺しときます。先端が怖い。ただのおばさんになるから。角は僕タスク開いてたんで分かんなかったですけど、名屋さんはちょっと上にいたくらいかな。そう。O2 のちょっと上だったから、うん、どうなんだろう、わかんない。竹尾さん視点だと、僕って竹尾さんと本当にすれ違った瞬間に殺ってレポートになるんで。そう、ね、そう、今、千早さんが死んでてびっくりするぐらい。ね、ウェポンに置いて、名屋さんと僕多分一緒に下ってってるんで、そう。
殺すかなっていう気はしますけど、しかもあのアルマくんの証言だと転がってたって言ってたんで、僕の、うん、死体は転がってましたね。だとしたら僕の方が多分、僕と竹雄さん一緒に下に行ってるから、うん、ああいなくなったと思ってキルしたら戻ってきちゃったからびっくりしたのか。メイヤさん視点はもうちょっと詳しく教えてもらえますか。ウェポンのタスクが終わって、停電が明けてウェポンのタスクが終わって竹雄さんと大津の方に向かった時、ウェポンにタスクが1個残ってるのを思い出したから、上に戻った瞬間にアルマくんが切ってるのを見たって感じですね。ウェポンのタスクを思い出すなんてことありますか。あるよ。2個しかない。こんなわけのわからない、こんなわけのわからない船で。もう一個あった。なっちゃった。まあでも僕的にはアルマさんの方があるのかなって思っちゃいます。あ、そうなんだ。まあ多分38秒から42秒くらいな気がする。お土産だけ気をつけてください。お土産だけ気をつけて。はい。あ。お土産しやす。シールドが、左ね。左。ドア閉められてるな。ぬる。押せた。あれ押せた。あの、なんだっけな。メイヤ君も、あの、張り付いてたから殺そうという意思は見えなかったかな。連打してたんだけど、負けました。ドア一応ドア閉められました。あの時間差で、ね、ストレージ、うん、だから押させるつもりだったっぽいです。どっちみち。俺例えばボタンないわ。あ、確かにそうね。あ、そうだ、最初にユニコーン警察だ。ユニコーンです。いや、まあ、メイヤさん黒の場合、竹雄さんまで黒ってことですよね。そう、なりますけど、まあ、そうですね。そうなんだ。あんま竹雄からメイヤー擁護の色はそんなに見えた感じはしなかったけど、めちゃくちゃ擁護してなかった。まあ、そうだっけ。竹雄さん視点はほぼ僕って無理な位置だから、多分普通にクルー同士なんですよ。まあ、そんな近い場所でキルするかなみたいなぐらいのニュアンスで僕は受け取ってました。うん、そうですね。僕がタスク開いてたっていうのも、なんていうんですか、カチッてはめるだけのやつだって、ほんと一瞬なんですよね。だからそれで戻ってキルするかっていう。カチッてはめるやつってなんだ、エレクトリカのやつだって。そうです。あとね、一つ、これは情報わかんないけど、覚えてる人がいるかわかんないけど、ウェポンに中野アルマくんって開幕にタスクやってるんですよね。はい、茶色、黄緑、僕とあと誰だっけ。で、結構はあの早い段階で下に抜けたはずなのに、あれ、あ、青じゃなかった、サントスさんだ。サントスさん、私いるよ、私いるいる、うん、私最後ナビまで行ってる、先に抜けてる、私ナビにいる、うん、だから戻ってるんだよね、多分ナビゲーションの弁当で行ったんじゃないかなって思います、うん、上から来てたんで。ああ、アルマさんがちょっとわかんないけど、多分そうなんだろうね。うんうんうん、そうなのかな。どうしようかな。俺はさっきなんかウェポンに残すタスクあんのかっていうのに確かになと思って目安に投票しちゃったけど。マジでわかる、まあまあ、気持ちはわかる。まあローラーしてしまえば、まあ、すいません、ここはユニコーン、まあどちらにしろここはね、まあとんがってるんで、うん、一緒にください。危ないもん、危ない危ない危ない、銃刀法行く、危ない危ない、丸くしないと。メイヤ尖ってるからな、あいつも丸くなったよ少しは。追放されてからあいつ変わったよな。いやー、頭がバグりそう。でもほんと最初の頃こんな感じだったな。頭バグりそうだったな。マップ覚えなきゃいけないし、みたいな。ちょっと初心者の人にちょっと優しくしないとね。これは、これを機にね。メッドビアなんもない。おお。シャゲくん、シャゲポヨさん、はい、弁当開きましたね、今弁当開いたね、うん、どこですか、どこですか、リアクターです。あ、じゃあサントスさん絶対違う、はい、アルトさんも絶対違います。ストレージでお互い見合いました、Q のところで。じゃあトーダスさん目線、僕難しいっては言えないか、一応
まあ一応そうね、リアクター行った時にアルトさんと先端が行く気ないから、じゃあ行くよっつって、ありがとうございます。上、上で数字タスクのところも弁当なんで、うん、アッパーエンジンの方から来たっていう感じだと思います。でもお互い近く通ったけど、アッパーエンジンの弁当から出てくる人はいませんでした。お互いあれですよね、もうなんだ、竹雄さんと戸田さんはもう無理ということで、うん、あ無理です、ね、無理、はい、うん、俺竹雄さんがやったんちゃうかなと思って見に行こうとしたら、パカッて弁当開いて、その後竹雄さんが死んでたんで、うん、うん、竹雄さんじゃないと思う。テラテラさん今はどこですか？テラさん、アッパーエンジンです。あ、じゃあ嘘ですね、僕アッパーなんで。なんだってわけないだろ俺は先端がアッパーエンジンにいたの見てないぞ。ローラーだ、先端からローラーだ先端がアッパーエンジンを通ってるのを見た上で俺はアッパーエンジンにいたと主張してるんだぞ。いや弁当の中にいるんじゃないですか。何を言ってるか分かるか。急に温度上がった。そうだよ、そうだよ、下がっただって4人が白って言ってるんだから勝てるわけねえじゃねえか何逆ギレしてんだ殺人しといてドレックスをクルーで楽しみたいんだよ俺もいや次行こうぜ、次次パンクしそうインポスター。このままじゃエアシップに行っちまうじゃねえかいやごめんなさいいやこれめっちゃインポスター難しい、マジでむずいんだよ。これなんかサボタージュの画面がその普通のマップなんで、そうそうそう、めっちゃむずいっすマジで。リアクターなしねえのよ。いや申し訳ねえ。マジで難しい。いやでもこの議論がマジで本当にいつもと違う、面白いな。トイレ行ってきます。空気が止まるのよな。そう、空白の時間が必ずできるよね。いや面白い。僕もお手洗い行ってきます。おい。はい。イント開いたら見てたのじゃあダメだよ。竹尾に塗ってやるふふふと思って竹尾がいなくなった瞬間、今だパスってやったのに。あ、トータスさんもうまいこと見ててくれてよかった。そうだよ、トレックスなんだから。そんな先端使い外の。海外の。これ仮面ライダーっぽくない？気持ち悪すぎ。仮面ライダー。可愛いよ、なんか眉毛がついてて。仮面ライダーだ、仮面ライダー。角生えてる。あ、確かに仮面ライダーっぽい。野原しんのすけ、こんな眉毛じゃないけど、ちょっともう少しケツも下がって。なんかあまりにもこれが個性的すぎんだよな、これ。悪ガキがいる。竹雄さん。え、これ眉毛って別のやつを組み合わせられるの？あ、いや無理無理、違う違う違う、今先端さんが重なってた。そういうことだし、眉毛があるように見えてる。竹雄さんなんか眉毛ついてんのやばい。だなあ、いや眉毛ついた。眉毛うんこかわいいな。眉毛うんこなんだ。いや俺は眉毛うんこ。さらにさらに眉毛を出そうとするな。戻りました。え、ちょ、俺も眉毛欲しいよ。おい、眉毛とそれチョコソフトって一緒にできるんですか？もうね、5秒前に同じ話して、同じ話あれ、先端さんが重なってる。ああキリリとしまった。ちょ、あの名前千竹和尚になってるから、ちゃんと千竹和尚。あ、かわいい。サントス。中目山。かわいいこれ。これうんこの眉毛いいな、これマジで。これ真剣な顔してうんち乗せてんな。最高。これ腹立つな。